違いを比べていきたいと思います。載ってる単語ですよね。どう変わったんだっていうのが気になると思うので。めちゃくちゃ多かった。アブリッジとかアステロイドとか。さあ、始まりました、もちゃちゃんです。さあ、今回はですね、まあ、リクエストも来ていた英検準一級パスタンですね。英検準一級デル準パスタンの違いを比べていきたいと思いますね。はい、2021年6月改定されました。なんでその違いを見ていきたいと思います。まずさ、似すぎじゃねなんかどっち買ったんだろうってなっちゃうんじゃないかなとちょっと思いますけど、はい、お気をつけください。こっちが新しい語です。はい、この1900語になってる方ですね。ね、単語熟語1900語になってる方が新しいやつです。で、ここにデチャオくんがね、これいるんですけど、両方ともこれデチャオくんだよね、確かね、名前ね。で、こっちが1850語ですね。なんで語数が違います。で、ページ数も違うんで、408ページ、旧版が408ページで、新版が432ぐらいなのかな。なんで、値段も上がってます、その分。はい。1600円だったものが、1650円ですね。まあ、プラス 10% の税で、1815円というふうに書いてありますが、まあ、だから、値段的にはそんな変わんないです。ちょっとページ数は増えて。で、まあ、デザインはちょこっと変わってるかな。結構赤い濃いやつだったのが、まあね、薄くなってます。薄いピンクみたいな形に変わってます。で、まあ、いろんなね、使い方ね、載ってたりするので、まあ、その辺のことも詳しく話してはいくんですが、まあ、やっぱり皆さん気になるのは、載ってる単語ですよね。どう変わったんだっていうのが気になると思うので、説明しますね。今回の新版はですね、最新5年間の出題データを分析して、それによって作られたデル順なんですよ。なんで、最近の英検のデータを元に作ってるってことです。で、そうすることによって一体どういう違いが起こったのかっていうとですね、だいぶ単語が変わってますね。もちろん被ってるのはいっぱいあります。だからこれだけ見ると、あ、1850から1900になって50語増えたんだっていうふうにね、思うと思うんですよ。ただその場合だったら多分ね、語定版じゃなくて増補版っていうふうに書くと思うんですよね。なんで、載ってる単語自体が変わってます。で、じゃあ、どう変わったんだってわけなんですけど、まあ、調べろ、調べろって言うからさ、みんなも人任せなんだから。まあ、調べようと思ったんだけど、こうやってね、索引、あ、そう、索引の大きさも変わってんだよね、こっちね。字がちっちゃくなりましたよね。索引前字結構大きかったんですけど、ちっちゃくなったんですが、違うやつにさ、線引っ張ってったんですけど、めちゃくちゃ多かった。もう諦めた。で、50単語とかだったらさ、少しの単語が減らされて、なんか100ぐらい増えただったら、調べていくのは全然やってもいいかなと思ったんだけど、いや、100どころじゃないでしょ、これ。ね、変わった単語。だってもう A だけで相当な単語が変わってる。で、実際消えた単語を見て新たに入った単語を見ると、まあ、例外はあるはあるんですけど、基礎単語が増えてますね。だ、例えばさ、アサイドとか結構簡単な単語、エアクラフトとかアドメットとかですね、アミューズとかアレジーとかね、そう、結構優しめの単語が増えたっていう印象で、もちろん難しいのも入ってます。アブレッジとかアステロイドとか難しいのも増えてはいるんですけど、アレンジメントとか簡単だよね。結構優しめの単語が増えて難しめの単語が減ったかなっていう印象ですね。例えば削られた単語だったらアボーションとかアクレディテーションとかアドヒーシブ、アジェイセント、アジョイニング、アドミッテッドリーとかアドリフトとかアジテイト、アレモニー、アリビエイト、アライアンスとかアナトミー、アノニミティ、アプティチュードとかアティキュレイト、アトーニーとか、まあ、結構変わってるわけですよ。で、これは別に A だけじゃなくて他のところを見ててもそうなんですが、何単語が減ったっていうことはですよ、英検準一級受ける人にとってはいいことじゃないですか。よく出るのが増えたわけですよ。よく出るのが増えて、あまり出なくなったっていうのは減ってるわけなん で、これは英検準一級用の単語帳ですから、それはいいことなんですよ。ただ、大学受験のために使ってるじゃないですか。竹田塾のルートにも入れましたね、これね。レベルが高いものとして入れたんですけど、レベル自体は下がったので、大学受験用の単語帳ではなくなったなっていう印象ですね。だから、早計受けるためにやりますっていう人には、こっちの方がおすすめ。前の9番。だから9番なくなっちゃうからね。どうしようって感じなんですけど、今まで、まあまあ、当時の授業で僕の受けてる人とかにも言ってるけど、
英検準1級まではなきゃダメですよ、総計受けるときにって言ってて、その英検準1級レベルのっていうのはこっち側の9番の方の話ですから、こっち側の英検準1級レベルだと足りないです、総計には。おそらくね、これ見ていく中で、むずい単語が減ってってるので、まあわかんないです、もしかしたら出るパスタンの1級の方に移動してる可能性もありますよね。なんでその辺のことがちょっと気になったかなと思います。受験に使う人です、これは。いいですか、あと大学受験に使う人のためですからね。これ英検に使う人はもう全然新版の方がよく出るものになってるわけですからね。だから注意って感じですね。この大学受験用に結構定着してきてるんで、ちょっと注意が必要だなっていう印象ですね。そう、だから1900って言ってるけど、レベルはおそらく1850ってこっちの方が高い。で、まあ過去のね、難しいのも、まあ知りたいとかっていう人だったら、まあ出た単、ね、僕がこの間動画出しましたけど、英検準1級のね、単語のやつ。まあそちらも見てみてください。ではその他のね変更点をいろいろと見ていきましょう、ね、まずですね、英検とはみたいなね説明が消えてた気がするんだよね。それがなくなってね、発音記号の表がついてます。発音記号表がついてくれてますので、まあ、やっぱ発音記号習ってないって人多いじゃないですか。だからちょっと発音記号の説明をきちんとつけてくれたっていう感じだと思いますね。デチャオくんの説明も両方載ってるんだけど、変わってる説明の位置が。で、今回もちゃんと田中あゆみ先生が執筆ですって出てますね。ツイッターずっと昔から相互フォローしてくれてる方ですけども。で、本書の利用法っていうのが本書の構成っていうのに変わりましたね。単語編でまあいろいろ説明して、デルドとかですね、セクションとかって微妙に変わってますね。あの、今まであのトラックナンバーがついてたけど、音声のそれなくなりましたね。もう MP3 でそれぞれやることになってるんでしょうね。で、新しいバージョンには発音アクセント注意マークがついてますね。発音これ注意ですよとか、アクセント注意ですよっていうマークが新しく加わってます。で、表記がすごく詳しくなってます。はい、こういう表記でやりますよ、アメリカで使用しますよ、イギリスで使用しますよみたいな感じで、かなりいろんな表記の説明が加わってます。で、音声に関してはこうやってダウンロードできますよとかっていうのが載ってます。 QR コードとかもついてね、現代化しましたね。あー、単語のね学習法も載ってたりしますね。これ便利だと思います。まだあの武田塾っぽいやり方だよね。ちゃんと四角使って、知らないもの知ってるものが分かるように印つけましょうとか、セクションごとに進めましょうとか、区切って進めましょうとかね、武田塾の覚え方のようになってますね。で、小テストが一応ついてて、で、前のはミニテストだけだったんですけど、今回は英検形式にチャレンジっていう英検形式の問題もついているってやつです。ただ数問しかないから、そんなにすごい、デルド A だったら A のやつで3つしか出てないんで、まあ動詞1個、形容詞1個、名詞1個の問題しかついてないんだよね。もうちょっと欲しいかなって思ったけど、はい、まあ、ページの問題もあるからね。で、あとあの合格者のね、こうやってやりましたっていう人が載ってて、それ面白いかもしれないです。大学1年生と、あと2人なんかニュージーランドに中学校の時行ってた高校生の話が載ってますんで、まあそれも見てみるといいと思います。私はこのデチャオくんが好きなんで、このキャラで面白いと思いますね。その辺が大きな違いだと思いますね。まあそれ以外はやっぱり、まあ、例文載ってたりとか、言い換えがね好きなんですよ。まあ、特に1級の、ね、受ける方はこの言い換えってとっても大事になるので、デルタの好きなところは言い換え表現がいっぱい載ってるところです。自分自身英検1級やった時はこの言い換えをたくさん覚えて、その仲間を一緒に覚えてっていうのでやりましたね。やっぱ日本語だけだとなかなか覚えられない、難しい、まあ、特に1級なんて難しい単語なんで、なかなか記憶残せないんで、他の単語と一緒にまとめて全部まとめて記憶してっていう感じでやってました。はい、どうだったでしょうかね。実際もう買った方いらっしゃいますか。ぜひ感想をお聞かせください。どうだったっていうのね。ただなんかもう簡単になったよって声がちょっと出ちゃうと思うんですけど、それ大学受験の場合ですからね。もう今日はこの英検準1級に受かるための本ですから、そこを間違えないように気をつけてくださいね。はい、ぜひぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。